皆様こんにちは。昨日はねライブ参加してくださった方誠にありがとうございます。お父さんはね寝落ちしましたけど、おもむろにね12時ぐらい前にねパッと起きまして、お風呂に入って寝てくれました。でね、今朝もそんなに早起きしないでね、何時ぐらいかな、9時ぐらいに起きて、その後なんかゴソ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 してたんだけど、多分ね11時ぐらいにね2階に来てね、私と一緒にねマリオカートしたりして遊んだのね久しぶりにゲームとかして遊んだんだけど、でね仕事しなきゃいけないって言うから、じゃあ私その間ちょっと昼寝していいって言っていいよって言われたからさ寝てたわけ。そしたらお父さんももう昼寝してるんだけど、ちょっと意味わかんないじゃん。仕事終わったら起こしに来てくれたらよかったのにさ、気づいたら3時もう3時まで昼寝しちゃったよ。1時ぐらいから寝てたのかな私ね。お父さん3時も過ぎちゃった。お父さん1日早いね、もったい今日昼寝してたね2人してね、もったい。パニックでしょ。どうしたら、シェイク飲む？飲む。じゃあ今作るね。一緒に寝てくれるのよ。お父さんと一緒にみんな優しいから。じゃあお父さんできたらおいでね。昨日いたナメクジ、私塩撒いたらこうなってました。お父さんかわいそうって言ってる。靴ん中入られたら困るから。そう、何これ、うんち。こん中いた子よ、うんちしてんのよ言ったじゃん。だからお父さんガレージにいること許しちゃいけないんだって。洗うの？うん、うん、びっくりだね。今4時半過ぎです。これからねコスコだけ買い物行ってこようと思います。まあ、今日晩ご飯も何しようか決めてないしノープランなんですけど、で今日はコスコは6時までだから基本ちょっと見てこようと思います。昨日ねおじさんのソーセージの会社なんですかって質問いただいて、会社わかんなかったからさパッケージも取ってこようと思います。 Let's go kiss hands。 なんで今日オラフなのかわかんないけど、まあいいや、行ってきます。コスコ着きました。暑いわ、めちゃくちゃ日差しがきついね。お父さん庭水まいたら一瞬で乾いたね、あれねすごかったね。よし買い物してこよう。オーガニックのさポミ君のビスケットさ、ポミ君のじゃないか開いてる、オーツの匂いがめっちゃする。もっとちっちゃいのがあったらこれあげたいんだけど、おトイレパッドは絶対コスコが一番安いね。ビールなんだって、これが人気らしいんだけど、見てスイカとかあるよ。これ何？タンジェリー。これはオーツミルクな、これタンジェリーね、みかん系でしょ、うん、分かんないけど不思議な味のがあります。マンゴーとかあるじゃん、エールなんだね。忘れないように、おじさんのソーセージはここの会社です。シェフブルース、日本では取り扱いなくなっちゃったみたいだけど、ここは全部美味しい。何でも美味しかったね。お父さんおすすめ。買い物したんだけどこのまま帰るのはねっていうことで、まあ保冷バッグの中にたんまりと野菜入れたので、買ったお肉が凍ってたからさちょうどいいと思って、少し下のプラザをブラブラしてこようと思うんだけど、私ワンちゃんのお洋服とかのお店に行きたいわけ。お父さん靴屋さん行きたいので見てこよう。クッション性のいいサンダルを探すって言ってるのにさ、見てんのスニーカーなの。ずっとサンダルのとこ一回も行かないんだよ。じゃスニーカー買ってるじゃん、いっぱい。あんまりお店が大きくなくていいのがなかったってお父さん言うので帰ろうと思います。もう6時だ。とりあえずね帰ってお散歩少しだけ行こうと思ってるので、それからご飯やっていこうと思います。わかるかな、この真ん中にある木、これはジャカランダなんだけれども、春だね。春になるとこう紫の花つけてさ、カリフォルニアの春っていう感じ、こう連咲いたら暑くなるよっていう感じ、なんとも言えない綺麗な紫色で私すごい好きなんだけど、これの下に車止めといて、花がね紫が酸性らしいのね。車の屋根とかについてると錆びて塗料が剥げるの。知らないとさ、駐車場とかにもいっぱいあるから、これは気をつけなきゃいけないんです。だけどとっても綺麗で私好きです。帰ってきたらねヒナが死んでた。あんまり近くで映さない、かわいそうだから。屋根の端っこのところに巣作ってるんだけど、あそこが多分落ちたんだと思う。かわいそうに。他の子たちはまだ一応大丈夫そうで、あそこの子も平気、ここの子も平気で、ここの子も平気なので、もあそこはやっぱりちょっと高すぎたし、これがやっぱりかわいそうだなって思うからさ。お家に帰ってきましたけど、ポビシャはね寝てまたね、ここでここちょめいから好きなんだよね、あちょいふわね。
お父さんは埋めてあげるつもりで今穴掘ってますね。あそこ私が家庭菜園で土柔らかくしてたからさ、掘りやすいんだよね。と去年死んだヒナをね、すごい勢いでね振り回してたからさ、お父さんやってくれると思う。買ってきたのジップロックでしょ。あといつも通りババッとお野菜買ってたのと卵。今日はね、唐揚げしようっていうことで、いつもはペルジャンマーケットでさチキン買うんだけど、このオーガニックのもも肉を買ってきました。ちょっと量が多いからね、1個ずつで冷凍しようと思ってるんだけど、あとお父さんさっき見てたマンゴーのさ、ビール飲んでみたいっていうから買ってたのと、これ試食やっててすごく美味しかったんだけど、4種類ぐらい味があって、ノンアルコールのカクテルが作れるっていうジュースでさ、お父さんビール飲むときに私さ炭酸水飲むんだけど、これたまに混ぜて飲んだら美味しいだろうなと思って、でタンジェリンライムっていうのを買った。下味つけてね。お父さんもそろそろ終わりそうだから散歩行こう。7時になったのでお散歩というか、まあボール遊びするっていうから、ボール遊びに行こうと思います。ポビちゃんミー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 言っとりますけれども、本日はお父さんとね唐揚げ味付け対決になりまして、半分ずつお肉つけてきたんだけどさ、まあ辛くて絶対食べれないよねって色してるの、お父さんのお肉ちょっと配分惜しくて、私もさお父さんがさすった生姜が余らしたらもったいないなと思ったからさ使ったわけ。ちょっと生姜辛くなってたっぽいけど、まあ大丈夫だろうということで、帰ったらねお父さんフライヤーで揚げるっていうからやってもらって対決を楽しもうと思ってます。行ってきます。着きましたね、プーちゃん。超テンション上がっちゃってますけど遊ぼうね、少しだけ遊ぼうね。おびく絶好調じゃん、すごいね、元気になってよかったでしゅ。ちょっと逆光だね、修正しましたね。これで4倍ズーム。お父さんお疲れ、どう？これが良い、やっぱり。まあ、体つかまんからね。休憩じゃないっぽいよね。なんか息の上がり方が違うよね。ポビ帰ってくる、ポビ帰ってくる、ポビ帰ってくる。ポビじゃ、ポビじゃ、ポビじゃ、おかえり。ここのボールを取りたくてさ、必死なの、下入って。ペロ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 とかして取ろうとするんだよ。あ、やってるやってるやってる、ほら。ほらほら。上手ね。よく知ってる。どうか。お父さん。棒使わないで投げてるけど意外にいけるって言ってました。ポビさんバテるほど遊びましたので帰ろうと思います。今ねワンちゃん結構いる、みんなボール遊びしたりお散歩したりしてますね。ポビ上利口だったね、いっぱい遊んでね。ちょっと名残惜しそうなのね、まだ遊びたいから。お父さんの横を歩きます。ちゃんとお家帰ってきたのでご飯の支度開始しております。お父さん今フライヤーやってて、私は野菜やろうと思ってるんだけど、今日は杉本図なので同じの着てます。お父さんは最初から着てるけど、これはやっぱ対決だから同じの着なきゃいけないっていうことで、今日は第1回味付け対決で第1回目は唐揚げですね。第2回目は何になるんだろうね。見せましたかこれ。そうそうそう、これ私ね、お父さんこれ絶対食べれないと思う、辛くて。楽しみだね、やりましょう。普通から揚げてこんな色だろ。次に私の揚げてもらいました。で、アイさん美味しいですって言ってこれすごい食べてました。確実に私が勝ってますね。生姜の分量の問題やな。違う、絶対初めての味付けですからお父さん。その他今日買ってきたお野菜いろいろ入れて5万円にしたのと、ずっとね大根サラダがあるの、お漬物とこの前のきんぴら的なやつですね、食べていこうと思います。あとご飯は玄米いただきます。味が濃いらしいけど、いい線言ってて、俺はセンスがあるって言ってるんだけど、私は言ったんだよね。ちょっと、量がいろいろ多いって。だってタレ、このさ、器全部に作ったんだ、一回。すごくない？私今日買ってきたタンジェリンライムを炭酸水で割りまして、飲んでまして。お父さんはね、マンゴービール飲んでるけど、フルーティーだったね。うん。両方上がりましたね。私は、小麦粉と、片栗粉の半々ブレンド。お父さんは片栗だけで汁も全部捨てたっぽい。なんで見た目も全然違いますが出来上がりましたよ。ちょっと食べてみてください。ではいただきます。はい、おいしい。すっごい甘いの、甘揚げっていうぐらい甘いの。思ってた方の生姜ついてるの。うん、甘いでしょ。うん、私の方食べます。正直な感想で。うん , 笑っちゃった。これめっちゃ味濃いな。なんでこれ。これだけ食べてる分には平気なんだけど、こっち食べちゃうともう全然違うのよ。普段食べ慣れてる唐揚げどっちだって言われるとさ、
こっちでしょ。別にまずくはない、全然まずくはないけど、アガベ入れすぎた。うん、すごい入れてたもん、私見てた。ちょっと生姜の味を消そうと思って入れた。冷めるともっと甘くなるよ、甘みだから。次回は何の味付け対決しようかね、楽しみだね。お前何味しやん。別に何でもいいけど。じゃあ次回も何か考えておきましょう。父さん何やってみたい？何でもいいよ。今度は愛さんが食べ比べをしてくれるそうです。うん、甘いですこれは。うん、美味しい。じゃあ生姜の入ってる鶏じゃがの鶏食べてみたいな感じが甘い。でこれで味が物足りないぞ。いつもの唐揚げです。これがうちのいつもの唐揚げです。いやこれ見た目絶対手前の方がいいでしょ。お父さんあんなに醤油入れてたのに全く醤油の味しないよね。水で薄めてな。なんで水で薄めたの？だから量を増すために。なんで水いるのって聞いちゃったもんね。他何入れてた？お酒、ガーリック、うん、以上。使ってるのは悪くないよね。でしょ、天才的よね。生姜がすごいいっぱい入ってて、生姜の味消したくて赤ベいっぱい入れたみたいなんだけど、生姜の味もしないし、ガーリックも全然ないし、もうね、甘みしかないわけこれ。あんな言うてるのに醤油の味もしない。ということで、今回の対決は私の勝利ということですね。勝利の女神様、ありがとうございます。結局お父さんは今ね、何個か食べた結果、負けを完全に認めましたね。全然違ったらしい。うわ、なんだこれ。さっきまで自分の美味しいとか言ってさ、食べれるとか言って食べてたのにさ、なんだこれになっちゃった。こっちなんかあの高級日本料理って感じ、うん、味が繊細なのね、うん、これなんかマクドにいるお客さんみたいな。何それそれ。なぜか知らないけど、半々にしたのにお父さんの方がチキンが多めだったので、お弁当にお父さんの作ってくれた唐揚げは入れてあげようと思います。何？一旦これ美味しいじゃん。こんなもらってんの。味はついてないわ、おぷのは。お出汁で煮てる。いやいやいや、うん、さつまいもの甘みは出るやろ。うん、あとお出汁で煮てるから。ちょっとあれよ、これ甘すぎるわよ。うん、甘くしたんだよ。甘、うん、これも甘くしたんだよ。次回何がいいか、皆さん もしよろしければリクエストしてあげてください。お願いします。お父さんはお風呂入るって言って今コンタクト外しに行ったんだけど、もう寝ますよみたいな状態だね。サニ君はもうご飯の時間とトイレだけ出てきて、あとはずっと一日中ここで寝てる。今日は鳥見たりしてなかったね、暑いからかな。トットくん、おやすみなさい。トト君、今日も暑いね。暑くなったね。明日も暑いみたいよ。トト君、ちまいとこで寝寝しゅんだよね。お腹冷やして寝寝しゅんだよね。明日トト君、いちごちゃん取り行ってくるからさ。明日こそいちごちゃんお土産で持って帰ってくるからね。待っててくださいね。お父さんいっぱい取ってきてくれるって楽しみだね。今日も一日ありがとね。ゆっくり寝寝してください。おやすみ、おやすみ、おやすみ。お父さん来る前にこうなってます。仲良しちゃんですって。今日は暑いのにくっついてますって。二人で怒ってんな、谷くんもよ。あ、喧嘩してるよ、ほら。お互いに顔をつけ合わせて。谷くん、今日暑いよ。新しいご飯美味しかったみたいだね。いっぱい食べてくれました。ありがとうございます。そしたら谷くんにお土産はないけど、ごめんね。谷くん食べれそうなものはなさそうだけど、チュールもらおうね。じゃあ注意から気をつけて寝てください。今日も一日ありがとうございました。ゆっくり寝寝してね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。何かグッバイ。さっきタニクにガブしようとした子誰でしゅか。タニクにガブしようとした子誰。今日ポミ満足だったんだよね。お散歩行ってボールしてね。ご飯おいちもしてね。最高に笑顔だったね。今日一日ずっとね、楽しそうにね。朝からお父さんずっといるって言って喜んでたね。ポミと明日お土産車持って帰ってくるからね。お父さんいっぱい持って帰ってきてくれるってお土産車。待っててね、だからね。ちゃんと手術師してから行くからね。とにかくよろしくね、ルシュバンね。今日も一日ありがとうございました。もみさん、ゆっくりねんねんしてくださいね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。かばーい。しっかり布団かぶって暑いって騒いでます、うちのお父さん。
タオルはよだれでベトベトだったので、なぜ写真撮ったの。もう変えたらしい。夜中に1回変えるんだけど、もう変えちゃったらしい。お父さん早く寝なよ、うん、ね、明日早いでしょ、うん、いちごどうやら2段式だったらしくって、お父さん立っても撮れるっぽいのね。でももう2回目だからそんなに楽しみにしてないんだけどさ前回ダメになった時の方が楽しみにしてた気がするね。じゃあまたもう一回見に来るかもしれないから、おやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま12時20分ぐらいですね。そう、さっきからちょっと明日明日って言ってるんですけれども、前回ね雨天延期になりました。いちご狩りが明日となっております。また今日みたいにすっごい暑くって32度、日差しが多分すごいと思うので、雨降っちゃってね中止になってるからね、やっぱ晴れてくれるだけありがたいなと思っていて、日焼け対策と熱中症や脱水対策しっかりしていちご狩りに行っていきたいと思います。前回と同じで10時からの買いに行こうって言っているので、9時過ぎぐらいにお家を出て皆さんと集合してっていう形なので、メンバーも前回と変わらずっていうことなので、旦那の会社の方々といってもね、とても気軽に楽しめる方たちなので、途中でねお野菜とかももらえて、お野菜も食べるみたいだから、かなりお腹いっぱいになりそうなんだけど、一応ランチも近場で予約してるって言ってたので、まあ、ランチまで楽しんで帰ってこようと思っております。今日はね、急遽決まった唐揚げ味付け対決で、私が一応勝ったんだけど、勝ったっていうかね、私のね、第一のね、勝因はね、お父さんがね、最初全部ね、味付けするって言った時に、半分こにしようって言ったことだと思います。それで、味食べ比べしてみようって言ったことかなと思ってます。本当にお父さんのはね、あれは唐揚げではなく竜田揚げなのね。なんだけど竜田揚げでもなく、もう私はあれを甘揚げっていう名前にしたんだけど、本当にそのぐらい甘かった。これももうかなりね、汁気を払ったやつを片栗粉ポンポンってまぶしただけだったから、もうそれ見てた時点でこれは竜田揚げだなって思ってたんだけど、でそのことを言ったら愛さんに言われて気づいたけれども、これは唐揚げではないね、唐揚げ度から言ったらもうほとんどないわとか言ってたので、お父さんもねいろいろね思うことがあったみたいなんだけど、あ、楽しかったなと思います。自分の好みの味にやっぱり寄せてくるでしょ。お父さんやっぱ甘い甘辛いのが好きなんだけど、多分ね生姜をね入れすぎたって気づいて、生姜の何だろう、辛みピリ辛を隠そうとしてすっごい甘さを入れたっぽいんだけど、調理してみるとさ、そこは変わるじゃないですか。そういうのとかがさ、やっぱり普段味付けとかはしたことがないから分かんなかったみたいで、で面白かったみたいなので、今度は何でもいいぞ、また一緒にやってやるとか言ってね同じ食材を使って全く同じで味だけ変えるっていうのってなかなか難しいんじゃないのか、あの調理の仕方としてはとか言ってたから、いくらでもねどんなことでもできるとは思っているので、私も煮物系とか行こうかな、どうだろうな、何かねまた一緒に作って味を別々で対決じゃないけどね、お互いに食べ比べてみるっていうこともやったら楽しいなと思ったので、またやりたいと思っております。本日も少しだけ編集を進めて休みたいと思いますので、この辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。